じゃあね、家がある北九州に帰ります。ありがとう東京。おっしゃ、帰るぞ帰るぞ、うお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 う、レッツゴー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 。来たぞ、スケさんうどん。イエーイ、食うぞうどん、食うぞ鶏天うどんセット優勝。はい、家帰ってきました。家帰ってきました。おはようございます。おはようございます。おむつ替えるか、おむつを。よいしょ。はい、プロテイン。よいしょ。はい、今日は曇りでござる。風強っ、風強っ、神戸を垂れてますな。この一本道が好きですね。あ、これ猫ちゃんおるわ。おはようございます。最高、気持ちいい、イエーイ。わー、はい、仕事します。はい、おはようございます。お願いします。いい朝、ありがとうございます。うん、はい。サラリーマンから独立して約半年、月収も倍になり絶好調です。絶好調です。今度はメディア作るそうです。頑張ってください。やります。そんなマニアックな情報よ、もっと分かりやすくて、うん、少しでも前です。はい、今からジム行くんで芋食います。ジムに行く、ジムに行く。いやー、エニタイム、いやー、シャルでエニタイム、いやこれマジで気持ちいいな、おい、マジで。マックで本読みます。これいけます、これいけます。あ、うちは大丈夫ですね、日程的に。はい、晩飯うまそう。はい、今からは何でも相談ですね。ちょっと今日はね、バタつきますよ。やること多いですよ。まずはやっぱ自分自身のレベルアップっていうところで、うん、そこに。はい、面談終了でですね、まあ、今回最近ありがたいことに案件のご相談が数件来ているので、まあ本当に僕がいいなと思うのでね、引き受けていこうということで、まあ、メールの返信とかしていきます。あゆむくん、今からあなたは撮影です。サニーサイドモールに行きます。サニーサイドモール、ラジオアリスルベイビー、ぽいぽいぽい。はい、車に戻ってきました。仕事せない、やばい。カフェ行きます。久しぶりの米だ、戻ってきたよ。はい、一旦やりきりました。ちょっとね、家帰ってからもね、まだあれやることあるんで、やるぞい。よいしょい。はい、帰ってきた。あいちゃん、こんにちは。本日、
後半戦やります。しゃあどら俺や。これ本来なら眠くなってる時間なんですけど、さっきコメントでカフェラテ飲んだせいで全く寝れる気がしない。最高。はい、終わり。気づいたら3時、もう寝る。おはようございます。いい朝。サプリメント飲みます。はい、散歩します。今日めちゃめちゃいい天気だ。気持ちいい。いやー、いいですな。秋が来てるぜ。秋が。はい、歩夢くん、ご飯を食べよう。ティティリティーティティリーティティリティー。はい、今日も仕事します。はい、今から水泳教室です。行くぞ、歩夢。来たぜ、東京スイミングスクール。シェイ、歩夢、こっち来い。はい。はい、準備完了。泳ぐか。おい、めちゃめちゃ頑張ったな。おい、お前すげえわ。お前すげえよ。激安ディスカウントラムといえばパクパク。全部100円です。たこ焼き2人前、クロワッサン、ソフトクリームで400円です。最高。いや、毎回うまっ。違うもの。それで100円もすごい。アバユグラドン、俺は仕事する。今日もよろしくお願いします。こんばんは。画面映りますでしょうか。はい、ということで相談窓口などなど終わったんですけど、まあ、いろんな方が来てくれてね、本当思うのは、まあ、なんだろう、まあ、レッツゴー投げらね、関わっていただいてる人はみんなでね、よくしていきたいです。本当に、ええ、やっていきましょうよ。ああ、いい夜だ、いい夜だ。おはようございます。おい、おい、おい。はい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 、おはようございます。もしかして野球界隈では知らない人はいないでしょう。いや、目上げすぎっす。知らない人ばっかり。はい、ギータさんが何でも相談に来てくれました。あざっす。あざす。めっちゃぶち上がりました。はい、はい、息抜きにお散歩です。いい天気。はい、蛇かと思った。蛇かと思った。草や。はい、まあ、メールの返信とかね、チャット返したりとか、そういう作業ケースね、は最近散歩したりとか外でまったりしながらやることが多いです。よいしょ。はい、今日はこの後ね、剣道の稽古に行きます。はい、これタレネーム福岡なぎら。ちょっと漢字だと誰も読んでくれないんで。うん、よいしょ、これよ。あら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 、よっしゃ、しゃあ、行くぜ。コテメント応援、パワーチャージ。小倉北中堅道場着きました。こんにちは。はい、ちょっと早く着いちゃって、まだ少年の部が稽古してるんでね、近くのエニタイム行きます。はいはい、これは新しいタイプのエニタイムですね。綺麗。さあ、やりまっかい、顔まんがいい。はい、道場到着しました。やります。はい、道場の雰囲気はこんな感じです。はい、ということで稽古終わったんですけど、9月25日の福岡県民体育大会剣道競技、
これね、北九州市代表で出場しますので、はい、優勝でしょう、やるんなら、はい、初戦は筑後市かどっかようわからんところです、倒します。到着ゴンゴンゴン、ここ入れようか、すごいぞ。はい、愛ちゃんを連れてきてお風呂行きます。はい、700円ですね、一人ね。うん、やりきった、最高。 Good morning, Japan! 今日はアユムの朝ごはんからいただきます。はい、わしはプロテイン。はい、ということで今日の天気なんですが、いい感じですね。いいね、実ってるね。一本道続くよ、田舎道、ルンルカルン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 。今日はちょっと暑いな。暑い。え？っしゃあ、グラド、今日も行くか。頼むぜ。レッツゴー。しゃあ、仕事すんで、おら。ほら。はい、仕事終わりました。今から公園で映画を見るイベントに行ってきます。イエーイ。はい、ということで小倉駅近くのね、公園らしいです、場所が。小倉こんな感じでね、めっちゃいいとこなんですよ。都会と田舎の融合って感じですね。はい、本日の野外映画館です。あそこにシネマと書いてあります。いやー、シネマですね、これは。今日はミニオン大脱走です。ここをキャンプ場にする。あ、いいじゃないですか。はい、屋台ですね。映画始まりました。映画にビール最高だ。はい、映画終了。はい、じゃあ帰ります。アイムは爆睡してます。一つも映画見てない。経費精算忘れてました。はい、ということで今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。はい、だいたい3週間ぐらい東京に出張しまして、北九州帰ってきましたと。でね、自然に囲まれて家族と過ごして、だいぶ幸福度高めな1週間でございました。はい、で最近ありがたいことにね、登録者もじわじわ増えてきて、コメントもたくさんいただけるようになって最高です。はい、コメントとか全部目通してますし、返信とかなんかこう質問系で聞かれたやつに基本答えていこうかなと思ってるので、どしどしと、どしどしとコメント、あと高評価ですね。はい、で、見ていただいた方はぜひチャンネル登録もしていただければ非常に嬉しいですというところがあるので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。